はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は祈りの白魔導士ローザガチャ回していきたいと思います。今回こそはと毎回言いつつもガチで今回こそはピックアップローザ当てていきたいと思います。レジーナも出ない、ダガーも出ない、しかし運はこのイサフトに味方してくれてるぞと。いや違う、今ここにある爆死の心に比べればちっぽけな力なんだと。まあ、ジョジョ4部のね、パロディを混ぜていきましたけど、最近全部見たからね、もう一回。今めっちゃ波に乗ってるんだよ。まあ、そんなのはどうでもいいんだけど、マジでガチで今回こそはローザがいないとビジョンズ、ダークビジョンズのラストが本当に何にもできないので、マジで出てくれということで、ステップアップ回していきましょう。まあ、今回はね、特に50連ってか、あれか、20連回して1回無料とかではないので、普通にステップアップを回していこうと思います。ゴルベーザもなかなか強いから、ぶっちゃけ貫突すらぐらい出てくれるにはいいのかなと思います。じゃ、早速ね、うだうだ5択を並べていってもしょうがないので、回していきましょう。まあ、今回は、まあもう、出し惜しみせずに6周全部回していきます。さあ、来い。まあ、どうしようかな。途中で出たら、まあ、ぶっちゃけなんだ、セッシルに、セッシルに移動してもいいのかなと思ってはいる。さあ、来い。まあまあ、10連目だとこんなもんでね、ヤンが2回続くこの確率とさ、NV が出る確率だったら、NV の方が上だと思うんだけど。さあ、OK。じゃあ22連目回していきましょう。このあたりでちょろっと、まあよくね、みんなが言うけど、22連で出なかったら撤退みたいなよく話を聞くんだが、出ないか、あ、もう一個先で情報、なんかね、上がれば。いや、厳しい。リディアか、あ、待って、リディア。あ、NV リディアワンチャン知る抜けてくれたらめちゃくちゃ嬉しいんだけど。さあ、じゃあ33連目。1体確率、ローザの確定は 5%。マジでこのさ、ピックアップおかしくね？本当に 5% とか 1% もあると疑わしいんだけど。頼むからローザ、ローザ、ローザ、エレナちゃんか。エレナ貫突してんだよな。これはちょっと微妙か、さすがに。さあ、ビジョンカードはランドーム。あ、このカードは何枚あってもいいよ。フィフティーン好きにはたまらないあのカード。さあ、もう2個昇格。いや、これやばくねえか。バルバリシア2回か。これさ、バルバリシアか。バルバリシアか。ちょっとやべえな。マジで出なくね？こう、おかしいおかしい。このまま行ったらまた爆死だよ。あ、もう運がなさすぎる。ちょっと頼む。赤赤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 赤。オニオンね。最近匂わせのオニオン。フェスゲンオニオンが出てくれました。いいじゃん、いいじゃん。やばいよ。本当にやばい。ちょっと待てよ。オーケーオーケー。まあ、あと2万5000ラピスもあるから大丈夫。大丈夫。この安心感がマジでやばいんだよな。さあ、来てくれ。頼むから来てくれ。赤赤赤赤赤。終わってるわ。これマジで終わってる。本当に終わってる。あ、エッジは来てほしい。エッジ来て。ねえ、なんか今回被りがめちゃくちゃ来んだけど、この2連続。さっきもバルバリシア2連だったでしょ。こんなの来る前にさ、本当にこのガチャ赤来ないんだけど、どうなってんの？延長しておいて入ってませんみたいな。お願い、俺もなんかチケットで来たみたいなやりたいんだよ。お願いだから、せめて 10% のローザ引いて、おね、お、2個来た、2個来た、2個来た。ライトか。待って待って待って。これは、これ次来るぞ。次絶対来るぞ。世界が終わる13日、その始まりに私は目覚めた。そして赤が終わったその次に俺は目覚めるぞ。何言ってるかわかんないけど。さあ、来い、次の赤が重要だ。来い、ローザ、キヨッシャシャー、危ねえ。マジで危ねえ。心臓バックバックだよ。私は白魔導士ローザ、一緒に戦いましょうと。いや、もう待ちに待った。ありがとう、一緒に戦ってくれ。もうカードは何でもいい。カードは何でもいいとは言ったけど、それはないだろう。頼むぜ。いや、オッケーオッケーオッケー。ということで、今回はなんとかローザ確保することができました。ありがとうございます。いや、ここ最近の爆死がようやく報われたんではなかろうかということで、皆さんは、ローザ、セシル、どちらを回しましたでしょうか？ぜひね、コメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃあ、またねー。